私らは地元に生まれて地元で結婚しとるけど、昔は海女さんで食べれたもんで海女さんするいう感じ、自然と。山もあれば海もあるね、天気が良ければ海に出て漁もでき、食べるもほとんどそこで賄いますよ。だから一番幸せ。終わりから9月の15日までが夏の磯といいます。で11月の中頃から12月の27日ぐらいまでが冬の磯といいます。また言うんじゃねえのか。島はこういうところにおるなとか、こういう島はこういうところにおるなとか見えなかったもね、島の差をこう手で探る、ほとアワビンのが分かる形が。なんかこの場所おりそうやないうところはね、何回か行きますね、そこへじっとね、様子を見ますね。長年の勘。見てる時と引いてる時のこの、 あの海の様子が違うから、自分がここやなと思ってても潮が引いてる時のこの場所いうのは、この潮が満つとこの場所が分かりにくくなる、それをこう当てるか当てないか。そう、様子を見て、それを長くできる人はやっぱり取れるね。息が短いといかんね。
口笛みたいなのな。自分が潜ってきてさ、すっごい苦しい時があるんやわ。上がってくんとその磯笛が出る。自然と出るんさ。でもこうやって吹いてみたら洋服感。8キロも9キロも取った時が一番最高やね。濃いかごやね、うん、大量だけじゃなくて、あの今日みたいにタコ取ったりとかね、ウニを取ったりとかっていう、そうすると家族に取ってきてこそ食べさせられるけど、そうじゃなかったら食べれないですよ、うん、だからそういうのもやっぱ家族が喜んでくれる、そういうのもやっぱりやっててよかったかな。一番面白いところはかまどに帰ってきてからさ、食べたりいろいろ話したりしたところが一番面白いね、うん、ちょっと昼寝もしますで行って取ってきられて、自分でこで食べられて、人にもあげて喜んでもらって、行きたくても行けない人もいるから。ポン酢やでね、ポン酢。はい、どうぞ。家族の顔ね、見るとまた嬉しいし、やっててよかったかなとも思うし、でましてや大量だったらね、特にね、うん、うん、もうそれ越したことはないんですけどね。